どうどう、あ、ついたついた、よくついた、ついたけど、うん、ちょっと怖い、充電器借りるわ。そうだね、借りよう切れた瞬間悲鳴、あ、でも続いてるんじゃない。え、ね、なんか大丈夫、うん、よかったよかった。え、やばい、でも充電したいね、充電しよう。あ、え、本当にありがとうございます、すいません、よかったよかったよかった、本当にいつも充電が、よいしょ、ナイス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 、ありがとうございます、よかったよかった。不安になってきてる、うん、できてる、よかった。私もあと何パーだろう、あ、私も 28% 充電、ちょっと借りてくれようかな危うい危ういから 28% か、 28%、 え、接続できません、え、接続できてないこれ、え、どういうこと、嘘、どういうこと、え、配信できてないってこと、嘘、ん、あ、はいはいはい、まあ、マイク、うん、よかったよかった、ループしてるって、もうダメじゃん、電波あ、電波の問題、電波もダメだわ、いやー、なんでだ、同じのは大丈夫なのにね、うん、あ、すごい止まるわ、え、落ちる、落ちないかな、落ちそう、え、え、止まった、ちょっと待って、あ、怖い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 、携帯熱いとか違うか、いや、ね、携帯熱くなってたまに止まるんだよね、あ、でもちょっとあったかいかも、ループ、ループしてる、え、電波やばい、どうしたらいいの、ちょっとループしてるよ、してますか、うん、ね、こういう時 iPad でね、見れる、うん、自分の、そうそうそう、え、治ったかな、マミちゃんの方映らん、え、復活した、あ、復活した、お、お、お、復活したっぽい、え、Wi-Fi ってつけてる、 Wi-Fi つけてる、うん、あー、なるほどね、 Wi-Fi かな、あ、動いた、よかったよかった、よし、私も充電器借りてくるわすいません、たびたび、たびたびすいません、失礼します、うん、ビスコがおいしい、私は今ビスコを食べてます、私昔からビスコ好きなの、よいしょ、あった、持っていきます、あ、上から持ってきます、ね、うん、同じパターンや、すいません、よいしょよいしょ、ただいま、だろうね、今同じね、トビールでだって、うん、なんか配信する部屋の予約が取れなかったもんね、うん、全部待ってたもんねだからね、ここでやってるもん、そうね、ここも取られたら終わりだわもうないよね、うん、うまい、ビスコ、うん、ビスコ、うん、ビスコ食べてるイメージ、え、そう、うん、そんなに食べない、ビスコのあれかも、そんな食べてる、かわいい、かわいくない、確かにビスコかわいい、うちらさ、順位さ、うん、そんな変わんないんじゃない今、嘘、うん、同じらへんにいる、本当、あ、あ、ごめんなさい、 ありがとうございます、ありがとうございます、かわいい、かわいい、
て配信する予定なかったから充電器とかもさ、うんね、持ってきてなくて。いけると思うよ、ね、うん、よいしょ。さあ充電できたのでしょうか。できてるでしょうか。あ、できてる、できてる、よしよし、はい、うん、口カラカラいな口カラカラな確かに水分持ってかれそう。うん、止まった。またやばいだろ電波。うん、 Wi-Fi 切ったらやばい。あ、でも Wi-Fi 切った方がいいか。とりあえずこれでどう、うん、動くかな。止まった、止まった。うん、復活した。コメントが流れてこない。うん、復活した、うん、あ、こんばんは、たま、こんばんは。え、動いてるのかな。多分。うん、でもさ、なんかショールームってラグがあるよね、コメントの。あ、オッケー、よかった、オッケー、オッケー。なんかこうやってやっちゃうとダメなのね。あ、ね、なるほどね。うん、まあ、戻った、よかった。イエイ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 。ハルピョン1位、うん、すごい。じゃあ今1位から、うん、1位から順番に順位教えてください。うん、聞きたい。料理してんの逆に、うん、料理してんの。え、今？わかんない。え、でもハルピョンさ、うん、途中でなんか帰ったかな。わかんない。終電とかってとか。思い出見るで料理してたらウケる。やばいねあ、メイクしてるんだハルピョン。でハルピョン1位で、ハルピョン1位は2位は誰なんですか。2位はマリアちゃん。マリア。ハル3位サッホーさん、4位アヤナンさん、5位マチャリ。おお、すごい。なんか料理うまい面だね。確かに確かに。やっぱ料理できないとダメなのかなそうかな、見抜かれてるかもしれないね確かに料理今までしたことないもん、ショールームで確かに、てかまずその、うん、料理する場所があんまり映せる状況じゃないから。そうそうそう、実家だし。確かに実家だとね、いろいろあるわ、うん。でもなぎ最近さ、いろいろ変えたから家具を。おうおうおう、もうね、映せるようになった。あ、そこ。ほんと、うん、やったじゃん料理ね、うん、ちゃんとしよう。何しようか。6位ハッツ。すごい。ハッツって料理できるの？なんかイメージない。意外とするんじゃない？マジ？うん。へえ。お、なぎ14位、あやねちゃん16位。お。よし、上げていくぞ。いいね。上げていくぜ。で7位は？うん、6位ハッツでしょ？うん。コミさん、コミさん、おお、コミさんもうまいよね。ああ、インスタとかの写真見たことある？うん、あるある。え、あれコミさんじゃないでしょ？あ、そうなの？あれお母さんでしょ？豪華すぎてさ、うん、なんか、あれ絶対お母さん。お母さんなんかな、うん。絶対そう。いやもうなんかどこかの料亭っていうの。え、そう。え、だからコミさんママがすごい。すごいね。じゃあさ、うん、でもさ教えてもらえるじゃん。うん、確かにお母さんとできるもんね。最高だね。いいね。8位ぎょうちゃん。おお、すごい。フレンチトースト作ってるかな。あ、作ってんじゃない。お、つけてるって言ってた。そうそう、もう8時間ぐらい使ってるよ、うん、どうなの。べっちゃべちゃじゃないの。つきすぎじゃないって言ったの今日、うん、なんか浸してから家出てきたって言うから、うん、ね、絶対それびちょびちょじゃんみたいな。絶対びちょびちょ。え、何につけるの。もうとろっとろよって言ってるけど、うん、なんかそれ、うん、大丈夫って思ったけど。さすがにつけすぎだよね、うん、めっちゃおもろい。8時間以上じゃない。もうデロンデロンのあまあまなんじゃないもうなんか焼く前にベロンっていけそうだ。いや、フレンチトーストつけるんだね。何につけるんだ。卵。そう、卵と牛乳だな。へえ。あ、
8位仰天、9位まほぴょん、10位らんちゃん、11位あみちゃん、12位せいちゃん、13位ひなな、14位なぎちゃん、15位誰だろうね、15位が15位誰だろう、へえー、りんちゃん、おお、りんりんも今やってんのか、やってんのか、めちゃめちゃ絶対僅差だよね、うん、ねえ、てかりんちゃん、うん、強いな、強いね、料理さすごいもんね、すごい、うん、え、家行ったことある、え、なんかクリスマスパーティーしなかった、したしたした、すごい、何年も前にチーム4だった時、うん、なんか、うん、そうね、クリスマスにビーフストロガノフ、あ、そう、それめっちゃ美味しかった、美味しかった、え、やばい、ビーフストロガノフっていう名前、うん、ビーフストロガノフガノフガノフめっちゃおしゃれなんだけど、うん、まずそれを作ろうって思いつかないよね、うん、え、それのおしゃれすぎて、うん、どこで出会ったの最初に、なんかどこで出会って どうやって作ろうって思ったんだろう、ね、すごくね、すごいよね、リンリン一人で作って振る舞ってたから、うん、やばい相当な、ね、なんかみんな、なんか料理うまい人の家渡り歩きたいよね、わ、うん、かるりんちゃんち行って、マリアち行って、誰ができんだろう、料理がうまい、料理うまい人、あーでもゆうなもうまいよね、あーゆうなもね、うん、ゆうな、なんか前なんか作ってもらったな、うん、チャーハン、あ、なんか今日作ったみたいなツイートしてた、うん、あ、今日なんかお弁当作ってきてたよね、うん、え、そうそう、すごいお弁当持ってきてたよ、あの人、お弁当ある後のに、うん、え、すごいね、例えば自分でお昼ご飯かわかんないけど、そう、ちゃんとお弁当箱も、すごいね、お弁当作るっていいね、いや、いいね、うん、いやでもそんな、うん、お弁当作るために早起きできないな、そうだね、うん、そうだね、寝たいかな、え、でもなんか余ってるもの詰めてきただけだよみたいなって言うよね、上手い人はね、そう上手い人はせって言うんですよ、うん、全然そんなことないだろうってね、うん、なるも普通にできる、え、そうなの、なるえなるできる、嘘でしょ、えそういうイメージなさすぎる、うん、すごいね、なんかみんな、マジみんなそんな料理するの、ね、料理できないよ、できないよ、うん、みんななんか全然普通にやるんだ自炊してるんだね、普通にするんだみんな、偉いなか、なんかさ、なぎ、うん、は料理っていうか、うん、馬刺しとかなんかそういう、うんうん、切るか焼くかっていうだけのものしか食べないさ、うん、そうね、ちゃんと味付けとかさ、あ、そういうのしない、ね、しないよね、もうなんか冷凍ご飯を、うん、解凍して、うん、そこに冷凍の食べ物を乗っけるとか、うんうん、そういうことしかしてないんだけど、あ、いいじゃん、それでも全然、ね、全然いいよ、全然カップラーメンですみたいなよりは、うん、全然いいね、毎日カップ麺はちょっとね、うん、それは良くない、体に悪いな、うん、永遠にコンビニ弁当食べてるイメージ、私が、コンビニ弁当、コンビニ弁当料理な、料理な、まあでも全然やってみたらできると思うんだよね、うん、うん、クックパッドっていうものもあるしさ、うん、あれ便利、うん、うん、あれ見ればね、そう、クックパッドがあれば全然できる、確かに、うん、でもさ、このクックパッドのさ、うん、レシピで作った料理でもいいんだよね、普通にダメなのかなんかそれをさ、実際に作るってなった時にさ、うん、そのレシピでやって大丈夫なんかなみたいなダメなのかな、え、そういうのってさ、著作権的なのないの、え、でもこの人のこれですって言わなきゃいいんじゃない、あー、なるほどね、フリー素材とかってわかんないか、うん、そういうレシピのフリー素材、うん、でもレシピ見ないとさ何もできない、わかるわかる、うん、作れない、何もできない、
何 cc とかって覚えれない、うん、なんか慣れてきたら目分量とかでやるんだろうけどさ。ねえそれすごいよね。わかんないよそんなの。お母さんは本当にだからすごい、うん、お母さん尊敬、うん、それな、うん、レシピ、うん、虫はお手軽だよ。チャーム、あ、チャーム虫作れるよ。チャーム虫。え、すごい。チャーム虫作れる。むずくない？でもチンするだけ。卵？そう。え？卵と水と醤油とだしと。え、すごいすごいすごい。みりん。片栗粉とかいらないの？いるな。え？すごい。そう、だから具とか入れなきゃもうすぐチンしてできる。あ、チャーム虫作ろう。いいね、そうね、うん。とりあえずチャーム虫を。すごい。うん、やったことないな。でも本当は蒸さなきゃいけないチャームシ。うんね、なんか手間かかるイメージあるわ。そうでもチンしちゃう。それぐらいかな、うん、できるの。それぐらいかな。うん、レンチン茶碗蒸し。いいね。うん。うん。うん。いつできんだろう。明日ね、時間見てないからな。うん、そう、明日何時からか。どうしよう。でもな、夜にってなるとやっぱ疲れちゃうんだよね。だからやるなら、うん、お昼かな、どうしよう。あ、確かに。お昼まで。うん、そう。うん、なよ。そうな。うん。バーニャカウダも結構簡単。バーニャカウダって何？わかんない。バーニャカウダ知らない。ね、でも聞いたことあるけど。ね、どういうものかわかんないよね。ね。最近食べた美味しかったもの。最近食べた美味しかったもの。何ですか？最近？最近？最近はね、うん、あ、なんだろう、うん、冷凍食品の餃子、うん、いいね、あれすごいの、簡単に羽が作れるの、うんうん、あ、なんかそう知ってるかも。超簡単に作れるし、うん、めっちゃ美味しかった。あ、料理じゃんそれ。でもお母さんが作った。あ、お母さんね、私じゃない作ったの。お母さんがね作った。あれ美味しいな。うん、いいね、餃子か、うん、餃子いいな。じゃあいい。Bless you。 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 あ、そう、私は、うん、何食べた？なんだ、この間ね、寿司ロー行ったのよ。おお、いいね。そう、寿司ロー。寿司です。寿司ね。お寿司美味しかったです。寿司な。私のお兄ちゃんも昨日寿司食べに行ってた。あ、うそ。くら寿司行ってた。あ、くら寿司ね。あ、いいね。いいな、スシローいいよね、ネタが大きいイメージある、うん、そうそうそう、スシローいいんですよ。いいなぁ、スシローね。何皿食べて、どんぐらい食べる、何皿ぐらい、10皿はいける。10皿いくかいかないかぐらいかな。あ、でも意外とね、うん、2貫だからね。そうそうそう、そうなのよ。へえ、うん、なんか寿司のってなんかラーメンとかあるじゃん。ああ、あるかも。そうあるのよ。それ食べちゃったりする。あ、美味しいよね、うん、サイドメニューが美味しかったりするよね。そう、美味しいの。わかるわかる、うん、え、それ一人で行った？そうね、家族と行った。あ、うん、なんか一人回転寿司行きたい。お、いいじゃん。でもなんか、うん、どう思うそれ。え、全然行けるよ、うん、一人回転寿司行ってみようか。全然行ってた。マジ、うん、なんかどこまで一人で行ける？一、うん、人、うーん、遊園地。遊園地か。うん、一人ディズニーどう？うん、ディズニー。あ、でもディズニーは行けるかも。あ、何も行けるかな、うん、パレードとかあるから。確かに行けないのな、なんだろう、一人で行けないのは。
え、でもな、結構いける。一人映画もいけるし、うん、なんだろう、ご飯系は全部一人でいけるな。一人何あります？一人何があるんだろう。基本、あ、まあ一人海外はね。一人海外か、まあ、確かにそれはなんか違うよね、うん、話違ってくるわ。そうな、うん、一人プール、あ、一人プールは無理。あ、きつい一人プールはやばい。一人プールってどういうこと一人でプカプカになれんの泳ぎが自然じゃん、それやばいな。鍛えて一人、そうね、プールぐらいかな、うん、プールだね。プールは嫌だな、うん、プールでもそもそも行かないかも。確かに、うん、牛丼屋さん。牛丼屋さんこそ一人のイメージ、ね、一人のイメージ、うん、一人餃子の王将は全然いける、ね、あ、いいね、いいね。食べ物系はいけるよね、うん、一人オセロ。オセロ、オセロ別にそれはオセロ関係なくない。家でやればよくない確かに一人ボーリング、あ あ微妙なラインだね。でもやれと言われたら全然いける、いけるでも全部倒れた時にやったーってできないから、うんうん、確かにそうだね、うん、地味になんか、うん、練習って感じだよね。あ、うん、練習って感じ、うん、練習なら一人でいける。確かに、ね、でもなんかあれだよね、うん、お互い一人好きな系じゃない。うん、確かに一人もいけちゃう系です、うん、そうですね、うん、一人だね。でも本当にナギは一人ディズニーしてみたい。最近めっちゃ思う、うんうん、一人ディズニーして、うん、なんかいつもさパレードとかを見ないで乗り物優先になっちゃうの、うん、私だけどパレードとかを一人で見たい、うんうん、ちゃんとね、うん、ちゃんと見たい。いいね、大人や大人そう、ね、花火見て帰りたい、うん、確かにいいよね、うん、やっぱ友達と行くのもさめっちゃ楽しいけどさ、うん、一人の良さもあるよね。そう、そうなんだよ、うん、確かにディズニー一人でも一人の人いっぱいない、ディズニーってね、うん、なんか最近増えた気がする、うん、そういう人が。そうそうそう。あ、40分になったので一応、あ、40分だって。え、あと7分で、うん、でも、もう40分ないよ。帰ったら何時だ。そうだね、日付は超えるじゃん。1時とかになっちゃうよね。いや、そうだと思う。やばいね、うん、1時。やばい、いややばい、明日大変だ、大変だ。あ、大丈夫かな。え、明日こそ不安な日は、ね、明日こそ不安、不安です。大丈夫かな。やばいかも、やばいかもしれない、うん、パキッつった何の音かも。よくさない、パキッって何の、ここ肘肘がパキるんです。なるよね、なる時あるよね、うん、うちのお母さんとかさ、うん、座るたびにいつもパキパキなる。膝がそれそれは絶対音出る、うん、頑張って、頑張れ、ありがとう。ああ、やばいな。いや、明日どのくらい、あ、もうなんかすごい、めちゃくちゃ身内の話になっちゃうんで、うん、今日は2公演分のね、リハをしたんだよね。そうなの、うん、まだ本番まで時間あるから、うん、全然完成形じゃなかった。でもそうだね、とりあえず一回みんなでやってみようみたいな。そうそうそう、初めて全員じゃないけど、うんうん、ちゃんとそうだね、揃ったというか。やばいんだね、明日な、どうしよう、どうしよう、できない、できる、リップグロ
スしか出てこない。本当にさっきのやつが頭から離れない。あ、10月2日まで、チケット販売しているのでね。お、そうだよ。ローチケ、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 お願いします皆さん。まだまだ販売中なのでね。ぜひお願いします。お願いします。待ってます。お、渋谷で CM 見ましただって。あ、すごい。え、いいの？見れた CM？ 見れてない。見れてないか。うん、なんかあの後ラッシュに吸い込まれるように。そうそう。なんかその渋谷のさパネル見に行ったんでしょ私たち。そう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 。でその帰りに渋谷にラッシュあって、でワンピースコラボみたいなやってるからえって言ってね、そうそうそう、ここ行く、お疲れ様でしたって言って行ってラッシュ行ったの。そしたら本日のワンピースは完売しましたみたいな。どうだったの？そう、かわいそう。そう、えー、と思って、そう完売しててうわーと思って。やばいね。じゃあ店に入る間もなく、うん、そう途中で抜けてきたのにって。そうね、人気なのね、うん、やっぱ人気でした。でゴムゴムの実みたいなのが入浴剤になってるやつ、うん、そうそうそう、すごいね。多分一瞬で溶けてなくなるんだけど、うん、入れるまでが楽しいんだよね。確かに、うん、そうやりたかったなそれ。変えたと思ってた。うん、完売しましたって看板になってた。辛い。ワンピース人気がすごい。うん、ね、本当に人気。まだ終わってないもんね。うん、すごい。まだあと5年はやるから。5年？ 5 年はやると思う。もう30近いじゃん。5年やんないかな。すごいな。うん、やりそうな気はする。だからね、まだ追いつけるよ。まだ追いつける。全く知らないもんね。本当に知らないね。全然詳しくないな。確かに。でもなんかたまに TikTok で流れてくるショートムービーみたいな、切り取ったやつ、あれでたまに面白いと思うのあんだけど、いやそうなのよ、面白いのよ。ナギが見たのは、なんか巨人の女の子が小さい人たちと遊ぶんだけど、あ、違う、なんかどうやったら人に好かれるんだろうみたいな感じの相談を確かしてて、それで結局仲良くなるんだけど、なんか気づいたらその人たち食べちゃってたみたいなお話ある。巨人の女の子が、それでそう、友達ができない理由は食べちゃうからみたいな。ビッグマムか。あ、それかな。ビッグマムかも。ビッグなんちゃら。ピンクの髪。あ、確かそうか。あ、じゃあそうかも。なんかえぐい話だよね。そう、えぐくてびっくりしたの。リンリン。そう、ビッグマムや。あ、45分です。お、あと2分。じゃあ、もうちょっとそろそろね、ランキング読み始めますね、私は。確かに。何も読む。じゃあ、13位、ツバッサーさん。13位ガッシュさん、12位タニさん、12位ユータとマーク茨城のなぎなぎちゅうさん、11位ノリやったエル大福さん、はい、11位宝物さん、10位お父さんと埼玉さん、お父さん10位さんちゃんさん、9位誠とアットエヌ大福さん、9位本あしゅんごさん、8位わたあめさん、8位本命さん、7位スイカアットエヌ大福さん、7位ミミさん、6位わだちゃんさん、6位和弘アットマークなぎなぎ中さん、5位 YSN73 あと天使作ったでも読めない、はい、5位サイレントディームーさん、4位ヤスベイさん、4位ケルビンさん、3位ヤスさん、3位ペギさん、2位さくらのお友達さん、2位ハーミさん、1位夏目アットエヌ大福さん、1位トカチンさん、ありがとうございます。はい、という
わけで埼玉に帰ります。おー、気をつけてね。ありがとう、バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ、明日もよろしくです。バイバーイ。よしよし、私も切ります。ありがとうございました。またね、バイバーイ。